1837年のビクトリア女王即位以降の英王質問章はイングランド紋章が4分の1番目と4分の4番目を構成しスコットランドが4分の2番目をアイルランドが4分の3番目を構成するスコットランドでは別のバージョンが使用されているそれによりスコットランド紋章が優先されるイギリス君主一覧では 現在のイギリスにつながるグレートブリテン島の各地を支配した以下のイギリスの君主を対象とする。1707年5月1日のイングランド王国とスコットランド王国の併合以降、グレートブリテン王国及びイギリスでは12人の君主が存在している。イングランドとスコットランドは1603年3月24日以降、スチュアート朝時代に同君連合であった。 1801年1月1日、グレートブリテンはアイルランド王国を併合し、グレートブリテン及びアイルランド連合王国が成立した。その後、アイルランドの大半が1922年12月6日に連合を離脱し、国交は1927年4月12日に、現在のグレートブリテン及び北アイルランド連合王国に解消された。詳細は、 スコットランド君主一覧を参照。ウェールズの君主も参照13世紀末にイングランドに征服される。以前のウェールズにはデバイバルス、ポーイス、グーイネッツなどの小王国があった。サウェリン・アップ・グリフィズはウェールズの諸侯を従いてウェールズ大公を名乗るが廃止。ダビズが継承者を主張するがイングランド軍に捕らえられて処刑された。以後はイングランド王国。 グレートブリテン王国、グレートブリテン及びアイルランド連合王国、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国の第一王位継承者が、プリンス・オブ・ウェールズの称号を持つ。2019年8月1日現在は、チャールズ王大使。七王国時代に、将の間で台頭して、他の王たちを侵入させた王を、ブレトワルダと呼ぶ。9世紀半ばのデンの侵入後、 小王国で覇権を確立したウェセックス王がデーン人と戦い次第に統一イングランド王国を形成していった詳細はイングランド君主一覧を参照1707年イングランド王国とスコットランド王国が合同してグレートブリテン王国が成立した詳細はスチュアート長を参照案は1702年3月8日にイングランド、スコットランド及び アイルランドの女王に即位したイングランドとスコットランドの連合でのグレートブリテンの女王にもなった。詳細はハノーバー朝三照ハノーバー朝の王位継承はパピストを王位継承権者から除外したイングランド議会によって可決された1701年王位継承法の結果として成立した。北アメリカと西インド諸島のイギリス領有の農園への接続と 引き換えに、1707年に、スコットランド議会によって、ハノーバーの王位継承と連合が批准された。アンの死後、生存した子女はいなかったが、彼女のいとこであるジョージ・ルイスは、ヒカトリック教徒で大いに、最も近い相続人だった。ジョージは、ゾフィ・ホーン・デアプ・ファルツの子息であった。ロア・ローマン1922年、アイルランド南部26州が、 アイルランド自由国として独立したため、1927年に国名をグレートブリテン及び北アイルランド連合王国と解消。詳細はザクセンコーブルク豪竹及びウィンザー町参照ザクセンコーブルク豪竹出身のジップ・アルバート講師により、エドワード7世はハノーバー朝の最後の君主であり、自身の実母であるビクトリアを継承して、1901年に 新しい王朝を成立させた。ジョージ五世は第一次世界大戦中で戦時中の国内でのハンドイツ勘定のために1917年7月17日に王朝名をサクスコバーグ豪太町からウィンザー町へ解消させた。体冠式。ありがとうございます。